ジャイアンツは今日先発予定だった投手陣の柱菅野が腰痛を訴えて試合前に登板回避するというアクシデントがありました。代役に指名されましたドラフト5位ルーキー背番号46番の又木哲平、東京ドームこの本拠地最初のマウンドです。石川に対しての初球144キロのストレートで入りました。おっとピッチャーライナーがまた木の背中あたりでしょうか、大丈夫でしょうか。ボールはセカンド吉川がその後抑えていますが杉内コーチ出ます。記録はヒットです。今日緊急登板の又木、右肘を抑えていますが、これ見ていただくと分かるんですけど、投げ終わってフィニッシュのところの後ろ側ですよね、あの肘が出てたところに、ね、はい、あこの画像だと分かりやすいんじゃないですかね、この出てる右肘のところですか、ここですね、ここですね、はい、打球が大きくその後跳ねまして、まあ、セカンド方向に弾いたところ、吉川直樹がこの後抑えたんですが、また木も場内の大きな拍手に包まれてマウンドに戻ってきました。赤星さん大丈夫そうですかね。まあね、間違いなく何かしらの影響はあるとは思うんですけど、はい、高く打ち上げました。ショート伊豆口、レフト佐々木が前に出て、西川スタートの構えだけ、これで2アウトです。赤星さん、今一つ息をふっと吐きました。またきここは落とすボール、またき投手もこのチェンジアップが一つの武器でもありますので、はい、これを今みたいな形で振らしたいんですよね。ってなるとやはりインコースのまっすぐっていうのは必要にはなってくると思う。腕を振ってこいという岸田、ここも打たせました。ショート伊豆口、深いところからアウトです。打ち取りました。緊急登板のまたき、まずは初回ヤクルト打線無得点に抑えています。球審の手は上がりませんでした。そして中村です。またこの回もランナーを背負うピッチングになりました。またきでもこの2球は本当に素晴らしいですよね。この内寄りのボールね、ここですね。本当にタイプ的にはまたき投手が目指すべきところのピッチャーだった人がねいてくれるわけですから。変化球見逃しの三振です。最後は外から入ってくるカーブでした。ですからその球を磨いていくことはもちろんですが、そういった投球術というのも吸収するには最高の環境ということでしょうか。いやもちろんそうですよね。だから投げ方一つ取ってもそうですし、はい、そうですね、基本的には左対左の方が有利と言われることは多そうですが、はい、なんですけどやっぱりこの吸収とやっぱりそのどこに投げる確率が高いかって見てると、ここは岡本和真、丸山サードライナーという形になりました。満塁のピンチをしのいでいますっていう気はしますよね。あとは小内さん、先ほど2回が終わった時にお願いをして打撃理論も教わったということです。ただその長岡からまたき空振りの三振を奪っています。今日2つ目の三振です。今のコースいかがでしょうか。4番、まあ、甘めといえば甘めなんですけど、はい、まあ、今多分最後チェンジアップですかね。そうですね、はい、まあ、その分ちょっとこうタイミングがちょっとずれちゃったかなという感じはあるんですけど、少しこう挟むようにしてチェンジアップを握ってるんですね。なんか握りはちょっとフォークかスプリットみたいな感じの握りに見えるんですけど、まあ、このチェンジアップが分かりづらいっていうことなんですけど、この今変化球投げた時もしっかり腕振れてるんで、はい、バッターからするとこうストレートの腕の振りのように見えるんですよね。これカーブ、スライダーですか。
連続三振です。いや今のですよ、このボールですよ、はい、インコース投げ切りましたね。これが投げれるようになると、はい、間違いなく活躍できると思いますけどね。左バッターにとって今のボールはどんな意味があるんですか。あの村上選手の今最後の空振り見てもらっても分かるように、はい、完全に多分頭なかったと思うんですよね、はあ、内のまっすぐっていうのは。でもここを投げれるとやっぱり外のボールっていうのは踏み込めにくくなるので。村上から三振を取りました。またきサンタナはどうでしょうか。初昇格で先発、それ以来の先発マウンドです。変化球空振り三振、スワローズが誇るクリーンナップ三者連続三振に切って取りました。内野陣はゲッツー体制。頼れるベテランが反撃の口火を切るんでしょうか。まっすぐできました。空振りの三振。赤星さん、最後はストレートでした。変えますね。あ、そして阿部監督が出ます。ヤフーレに代打というところでピッチャー交代です。